どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら滋賀県にあります琵琶湖バレーにやってきました。冬はね、スキー場とかとして有名なこの辺りなんですが、まあ、このね、暖かい時期琵琶湖を一望できる絶景のね、そうテラスがあったら、今ね、あそこまさに登っていってますが、なんとね、ここの今真後ろにあるロープウェイが日本一速度が速いロープウェイらしいので、今日はねロープウェイに乗って、上の方まで行ってね、いろいろ琵琶湖を眺めたいと思います。行ってきます。すぐ行きましょう。ロープウェイ乗りましょう。あ、乗る乗る、あれ乗る、あれ乗る。大きいね。うん、車止めあった車止めか。よし、すごい広いよ。あ、どっち、そっち、動いてる動いてる。おー、本日は琵琶湖バレーへご来場いただきまして誠にありがとうございます。これより標高1100m、 わ、なんか急に上に上がった。お尻3階までポルトボックスでご案内いたします。これおー早い、確かに早い気がする。おー中間ごとに揺れることもございます。あれ琵琶湖、あれがね、綺麗だね。あれが琵琶湖だ、実感噂のねえ、綺麗ね。現在、山頂の天候は晴れ間も除くお天気となっております。すごいね、いっぱいあるね、綺麗。しばらくの天気予報を、どうぞお楽しみください。早い早い、すごいすごいね。この横の木とか見てたらわかるわ、すごい早いって。まもなく1つ目の終点です。少し揺れます。ちょっと揺れます。あて、うーすごーい、うーうーロープウェイで時速43キロが日本一のスピード。日本一のスピードは日本最速となっております。日本最速、この時間は日本一早い。お楽しみいただけるよう時速25キロでゆっくりと。え、それでもゆっくりやってるんだ。ゆっくり見れるように。すごいね、綺麗だね琵琶湖。ちょっと湖で、湖、海、海じゃないのよ。支柱だって。これか、ご乗車ありがとうございます。まもなく到着です。到着、折口は右側です。忘れ物ないよ、ご準備お願いいたします。うん、もう到着だって。15分ごとに出ております。足元ご注意ください。うわー揺れるね。左右に揺れます。ご注意ください。手でつないどこ。おー、はい、では扉開けます。よいしょ。あ、寒い寒いよ。うお、怖いぞ。ちょっとこれ大丈夫かな。怖いよママ。よいしょよいしょ。ああ、お座りしてから、おお、すごいね。よいしょ。ああね、ここにも手前にもお店あるけどね。すごい、なんかつながってるようにまあ見えるんだよね、うまく見たらね。琵琶湖テラスよね、え、いわゆる。はあ、綺麗ね。そういうのね、綺麗ね、すごいね。これほんと海じゃないってすごいね。あっちの方だって見えないもんね。ねえ、ずっとお水続いてるね。はあ、初めてや、こんなに琵琶湖ちゃんと見たの。琵琶湖、琵琶湖、団地、琵琶湖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 、ん？団地？全然違う、全然違う。
けど全然違う、全然違う。ビワコビワビワコマココマココちゃうよ、マココちゃうよ。まだ取れてる。あ、はい、ビワコ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 取れました。じゃあ違う、あれお座りするよ。ジャンプで乗るよ。はい、じゃーん、せーの、ジャンプ。あ、乗れた。はい、あっちほらお花綺麗だね。ね、あ、本当だ。こっちね、琵琶湖のね、見えますね。反対もない。うん、反対側ないね。これ今ちょっと降りてるね。ね、もうちょっと登るのかな。あの先まで続いてるのかな、もしかしてこれって。ね。どうなんでしょう。わ、あそこなんかすごいよ。すごいアスレチックがある。左側に。よろしくお願いします。ね、すごいすごい。結構大きい子たちが遊んでるけど、まだちょっと地区に早いね、あれは。あっちでも綺麗だね、琵琶湖ね。わ、すごいよ、ほら前のお花畑、壁みたいになってる。いっぱいあるね。ね、いっぱいあるね。あそこの下降りてもうおしまいかな。あそこすごい、あの水仙の花のところね、道になってるから歩いて行けるわ。見に行こう。ああ、見に行こうか。ねえ、痛いの痛い。よかったね、リフトね。綺麗だったね。おー、抱っこしようか。抱っこ。よいしょ。水仙畑にいます。すごいね。いい匂いするね、なんかね。なんだ。あー、すごいわ、こんなに見たことない。黄色だね。黄色。うん、綺麗綺麗。ねえ、すごい。いろんな遊具がありますね、ここは。うん。あ、おー、ママ大きい。ママ大きい。ジャンプとか、こうやってね、縄跳びもね、やったことある、大縄。こう。なるほど、一人で転がして、で戻って、転がってきたボールを打つのね。なるほど。行きまーす。ドン。いい、いい、怖い怖い怖い。無理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 。ドン。あー、怖い怖い怖い。あれ転がってった。あれこれいつ落ちた、いつ落ちた。無理無理。さあ、パパのコロコロバッティングスタート。テンテンテカテカテンテンテカテカテンテンテカテカテカテ。おそうそう、ジャンプジャンプ。ダメだね。なんか怖くてあんま焦げないけど。うー、すごいよこれ。もう目の前琵琶湖。うー、なんかあのアルプスの少女ハイジのあの自然なブランコみたい。ブランコね、ママね、もともとブランコ苦手なんだよね、ちょっと怖くて。あー、チェックブランコ乗ってるね。ちょっともうちょいこいでみる。あー、もうママ怖いわ、すでにこれで。ママ怖いよ、もう本当に怖い。うわ、チェックすごい。あー、ママ抱っこするね。じゃあ抱っこして届くかな。はい、せーの、よいしょ、頑張れ、よいしょ、
おい、いけたいけた。どこ行った？ボール。あれ、ボールどこ行っちゃった？ボールどこ行っちゃった？わあ、コロコロして。おお、ぐるぐるぐる。ぐる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 。わあ、ははははは。もう一回？もう一回？よいしょ、よいしょ。おい、おい、じゃあ降りて降りて。ボールって、ボールない、ボールない、ボールない、ボールどこ行っちゃった？あ、来た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 、ぐるぐるぐる、あはは、ありがとう。あー、リフトに乗って戻ります。リフト、リフト、ちこほら、バイバイ。バイバイ。あー、リフト、お花綺麗だったね。ねえ、いっぱい遊んだね。遊具がすごかったね。うん、そうだね。いっぱいあるね。歩いても行けるんだね、お隣ね。私たちや。うん。イエーイ。あ、タンポポ。大きいタンポポ。大きいタンポポ。ねえ。あっちもタンポポ。あっちもタンポポ。あれは水仙じゃないの？あれもタンポポかな。わー。リフト乗ってます。もうちょっと登るね、ここからね、登っていくよ。タンポポ、あ、ほんとだ、タンポポもあったわ。おたちこれ、うん、チコ降りれるかな、降りれるかな、降りれるかな。止まったりしないよね。はい、じゃあママと一緒に、せーの、はい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 、降りてこれました。よいしょよいしょ、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 お、行くかな。うわぁ、わぁ、おぉ、おぉ、おぉ、すごい、すごい、どうしたか、怖かった、大丈夫。よいしょ、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 わぁ、わぁ、すごい、おぉ、ちょっとすごいね。途中ね、段差があってね、段差のとこでボーンってなりますよ。さあ、ということでね、琵琶湖バレー、上のね、ロープウェイに乗って、ね、テラスもね、あといろんな遊ぶところも行ってきました。上のテラス、もう皆さんすごいね、若い方も写真いっぱい撮ってましたからね、とても琵琶湖綺麗に見えますので、カフェもおすすめです。はい、ということで以上、滋賀県にある琵琶湖バレーでした。ありがとうございます。ちく、琵琶湖、琵琶湖、琵琶湖、ロープウェイ早いです、早いです。ちくん、琵琶湖良かったね。